掘り下げ徹底的に研究します。人参科学研究所所長の山本です。よろしくお願いします。どうも。そして副所長の柳原と名誉研究員の高橋です。よろしくお願いします。そしてブン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 イライラしてここでゴンとでドーンだとイライラして。はい、石倉くんです。お願いします。お願いします。面白い。さあ、ということで所長、はいはい、今日は一体何を研究するわけでございますか。はい、今日はですね、カプコンさんから12月20日に発売されます、うん、プレイステーション4、ニンテンドースイッチ、XBOX、ワン用ソフト、うん、オニムシャです。おい、なるほど、来ましたね。ね、10月にね、カワイさんが来てくださって体験版をプレイしてた、うん、モアイくんね、モアイくんが来てくれましたけども、平井さん来て、はい、今日はちょっとモアイくん来れないということでね、いよいよ来週ね、製品版が発売になりますということです。はい、なるほど。加山雄三さんがうまいですね。あ、やってますね。そうなんですよね。今度加山さん呼ぼうよ。マジ来てくれる。あの、いや、加山さんは自分のプロモーションが絡むと大体来てくれる。二人のなんでみんなすぐ歌うの。ボカね、ボカ君とるとか一番先生。なになにこれ。ボカね、ボカね、ボカね。なんの君とること一番先生。二人のたった一人の日暮れに見上げる空の星屑。あら、はい、夏メロだね。君と僕の二人全然上がらないよ。はい、行きますか。え独特の間が生まれてしまったじゃないか、ね、僕たちのせいで。そうですね、本当だよ、ね、間が楽しい名曲だよ。さあ、ということでございまして、はい、で、今日もう一回やるんですか。はい、今回で前回は言ったら発売直前でございますので、はいはいはい、あの前回の続きを、そう、うん、体験版じゃない僕を、そう、前回で内田方がやってくれた続きをちょっと所長に、はい、プレイしてもらおうと。頑張るよ、ね、やったよろしくお願いします。はい、山武者お願いしますよ。ではゲーム画面の方のお願いします、うん、来ましたね。さあ、こっから中ボスができるか。あれを超えると何白骨体のなんか、うん、はい、蘇りし、ちょっと読めるようになってますね。ずっとあのこと白虎の書って言ってましたね。ずっと白虎の書って言ってましたね。さっきね、間違えたね。開けました。なんだこれは。こっから脱出するんでしたっけ。様之助かね、夢丸の素性が分かったわ。今謎を解いてる途中ですよね。そっかそっか、うん、戦で両親も殺され泣いていたのを通りかかった雪姫が見つけて連れ帰ったのよ。なるほど。雪姫は夢丸を弟のように可愛がり、夢丸も姉上姉上と慕うようになったらしいわ、うん、それで助けたくてここまでやってきたのか。金城さんの声かっこいい。しかしわからねえ、藤吉郎はなぜ夢丸を捕まえようとしているんだ。何か裏がありそうね、夢丸。うん、他人とは思え。あ、海外のゲームでもこれぐらいいろんな歴史をこう交えたゲームっていっぱいあるんですけど、なんか隙間から出れそうな。一緒に出る方法を探しましょう。そうですね、頑張れば、ね、冷静に考えたら、頑張ればね、確かに。あ、でも出れないですね。とりあえずレバー。さあ、これはもう謎解きです。あれ、開いた、うん、開いた。な、謎解くね。一人は出れる。おお、なるほど。で、そして切り替えて、で、あ、切り替えて、我が、これで固定できる。やってる間ね。今度は逆やな。うん、それでからの、我がこっち、固定して、で、出て、我が行こうとしてグサみたいな。はい、この宝箱欲しい。欲しいの？でも取り方が分かる、うん。これはどこどこ？三択？三分の一で。おー、イエー、あかん、あー、ダメだダメだダメだ。真ん中、いや、もう一回行って。真ん中、真ん中や。右から行こう。うん、あー、なんで、なんだ、いった、やべ、いった。なんという、結構な量の自衛式。あれ、開かない。あ、こういうことか。これ、それ、本当にそれ、これで、あー、やって、なるほど、なるほど、なるほど。宝箱開いてない。宝箱？いや、だって戻れないですよ。もうだって諦めたでしょ、うん、宝箱は。そうか、あそこに大切なものが入ってるのに。行くのかな、行って、うん、行けました。おお、吸い取る、はい、吸い取る、吸い取ったらぼんやり浮かび上がっている。火つける、おい、吸い取る、おい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 、もう大丈夫、もうなっちゃった。
よかった、火つけて。あ、いけたよ。なんだ今度は。え、なに、飛車角？その右の角は？いけの角。はいはいはい。終わり？いや。やばい、これ将棋知らないとやばい。角でいいのか、角でいいんじゃん。角でいいんじゃない？正当に目の前の飛車にして。怒っちゃうやない？え、なんで？あ、だからほら、なんかねえ。ちょっと待って、え、あれ最初から、うっそ、ごめん。何がわかんの、これで終わり、ごめんなさい。いやだってねえ、だ同じのに乗っとかなあかんってこと。いやだからその目、その目で。どういうこと、どういうこと。え、だから角は斜め全部いくわけじゃん。将棋のルールよ。いや、将棋のルールだって角、飛車角しかないんだから、うん、斜め全部か直線、上下左右全部かでしょ。それで落ちないようにするってことだから。角に乗ってると飛車のところも落ちちゃうんだ。角に乗って、あ、角に乗って斜めが開いたら、その開くところに飛車があっても今開きましたよね。しかしわからねえ。開きましたね。飛車の上いたもんね。いたいた。え、どういうルール？あれ、ちょっと待って。だからもう一回、だから乗って動き見て判断するしかない。そうだね。わかった。わかったわかった。これちょっとこの謎解けるまでやらせてほしいね。はい。いや、やらせてくれるよ。今日いっぱい時間あるから。ラッキー！イエーイ！睨まれてるけど。違う違う、あれ、あの目悪いだけやから大丈夫。いやもうこんなんもさっきあったから、ここ楽勝楽勝、どんどん、ね、ここはもうあれこっちなんだっけ、柵だよもう。はいはい、いっちゃって、はいはい、うん、いいよいいよいいよ、で行って一番左ね、はい、そう一番左、一番左と、はい、行って、ここで協力プレイゾーンで取って一番右、あ、カッパラボだからばもう、ね、やったー、ね、なんか強そうなの手に入れた、ね、で、一番、あ、右、右、右、うん、はい、はい、楽勝、ここまではいいよ、うん、そう、置いてっちゃ、いや、置いてっちゃダメだよ、置いてっちゃ、大丈夫だ、大丈夫だ、そこはサービス、あ、サービス、あ、一発じゃん、一発で、さあ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 、よし、こっからや、さあ、こっからね、どうしよう、駒が変わってたら、変わってるよ。その右の角一回乗ったらどうなるの。私は右の角乗ったら、左側がドーンと斜めに開くでね、当たり前じゃないか、角なんだから、全部がね、だからじゃあこれ斜めに開くのね、この角に乗ってもええってことよ、その角乗るね、乗るよ、そうそう、こんな右角が開いて、で、もう一回前の角に乗る、ダメだよ、前の飛車じゃない、前の飛車に乗ると、うん、前の飛車だと縦横でしょ、縦横ですね、とすると、うん、あの角は落ちないのか、いや、そうして、え、ちょっと待って、いや、それで飛車に乗って乗るよ、乗るからな、うん、うん、で、なるほど、次もまた飛車に行くんだ、あ、前に行くのね、うん、そうそうそう、はいはいはい、で、あの角とあの角はあかんから、その前角はええちゃう、いや、それで飛車、飛車じゃない、飛車じゃない、前あの左上の飛車、うん、左上、ああ、そう、そうサービスで、そうサービス、ちょっと待ってな、早く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 、なんで、あのレバーすごい速さで倒していってね、あのもう鎧取んなくていいじゃん、もういいね、宝物も取んなくていいよね、いいよいいよいいよ、宝物とかももういいから、うん、なんで？いや今なんでってミスっちゃったよね、操作ね。単純に操作ミスでしょ、そうそう、今のね。いや、ね、もういや板がちょっと手前だった。あの子のない。これもう会話ももう知ってるから、うん、ポンポンポンと。行きたいよね、ポンポンね。行きたい行きたい。うん、ね、もうそこ、もうそこ、手前には貸して、そこ閉まるから、早く貸して、こっちにダッシュ、こっちに走って、そこ閉まるから、ね、あのね、今大事な話してるから、そうなの、うん、全然貸しないよ、分かってんの、夢丸、あら、そんな目だな、ここ、ね、おかしいな、これ、うん、オッケー、よし、あ、よいしょ、30分前、あー、また閉じ込められて、大丈夫、よし、じゃあ行きますか、将棋のとこや
菜ちゃんやる、ちょっと。いや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 、もう慣れてる、山本さんが当たり。俺は操作できへん、怖い。私はこういうのね、代わり番号にやるとか一番ダメなんですよ。そう、ね、先行かないから、うん、意外とでき、うん、もうできるから、あそこまで、ね、もうそう、はい、怖いよ、だって大丈夫だ、あんな足元だって大丈夫だ、宝箱いいからもうね、おかしいでしょ。で、一番左、いいよ、いいよ、うん、イエップ、いいよ、いいよ、いいよ、ちょっとショッ様の助を置いていると、扉が行ける、あ、こいつが行けば一緒に出れてるから、うん、大丈夫なんです。一発ファイヤー、はい、うまい、来たー、さあ来た、任務者、こっからだよ、さあ、これは羽生名人でも無理やからな、これ。あれ、変わってない、変わってるね、変わってるちょっとみんな、いや、でも右の角でしょ、まず。そう、右の角、左右が逆になってるのか、右の角じゃないの、右だよ、右下の角、ほな、飛車に行けるから、足元見るよ、今、こ、え、え、右下の、それで、右行って下に、これね、これね、これ下ね、そう、それで下で、飛車に行けるから、それで飛車に行くのよ、うん、はいはい、あのね、やばいって、この操作怖い、いやいや、うん、いいよいいよ、上だよ、目の前、目の前、上だよ、そうえ、あれ、行かれへん、すると、うん、すると、もう一度、もう一度どいて、もう一度乗るしかもうないね、そうですね、うん、これで角や、角に、角に乗る、角に乗る、角には乗れない、いやいや、下のね、下の角に乗る、うん、ほんなら上の角に行けるから、上の角行けるね、行ける行ける、角に乗ると、前の角乗る、あ、そうすると飛車が行けるね、行ける、はいはいはい、いいよ、いいよ、でも、あの、右上の飛車やで、右上の飛車よ、その飛車じゃね、その上のね、うん、そう、一個右の飛車、うん、右行きたいのに行かないの、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと昔のバイオハザードみたいにならないで、ちょっと、そうちょっとそのまま上、これで、それ、それで、あれ、ちょっと待って、わかん、俺らが思ってたのと違う状況になったぞ、もう一回下の角、ほんで、せいで、今度とりあえず一人だけでも向こう行ければいいんでしょ、きっと。右上の角じゃないの、ちょっと待って、いや、一人だけでも行ければいいんだよ、きっと。角、右上の角じゃないの、いや、左の角じゃないな、あ、上の角じゃない、ユリンコがまっすぐって言ってるよ、上の、真上の角じゃない、これでしょ、うん、それだよ、なるほど、おそれですると、この前がほら、これでほらもう角だよ、角違う、上のまっすぐまっすぐ、さあ、ちょっと危ない、大丈夫、上の王、王手、いけたやめて、スタッフロール、これでエンディング、うん、そんなわけないから、うん、まだ続いてますか、まだ続いてる、いや、それぐらいの喜びはあったな、あったね、え、なにこれ、危ない、おえ、まだあるの、まだあるの、これはなんという屋敷じゃ、閉じ込められたみたいだ、え、どこか出られそう、トイレの会話みたいになってるこれは、あ、これ燃えてるよ、あ、水攻めだ、あ、ちょっと待って、これ足元見て、飛車角あるかもしれない、時間制限、もしくは桂馬があれば飛び出られるかもしれない、桂馬、え、なんか動いてる、それ、あー、なんだこれ、あの、ずらしていくやつね、うん、ほんで、あの、はい、家紋を、あ、家紋を作る、家紋を、俺ね、こういうパズル好き、乾くまんってなってるからね、あれ、え、どうしたらいいの、どうしたらいいの、動かそう、どんどん動かして、うん、あの桜のマークを真ん中の下に持っていけばいいんでしょ、そうこっち、そうで、それ上、左下のを上上げて、で下のを、そう、左上、ね、上、そう、もっともっと、そうで、じゃあそのまま右、一番右下を一番左に持っていっとこう、ダメだね、それじゃちょっとあの、金のやつさ、ちょっとさ、それ下下げて、もう一個下げて、
もう一個下がんないんじゃない？いやいや違う、隣、あ隣をね、隣ね、違う違う違う、隣を下げて、そうで、そのあの左上から2番目のやつを右に持って近さんやってください。何どれのこと？それ右に持っていって、でその左下のやつを一回逃がす、上にね、上に逃がすでしょ？逃がす。左下も逃がす。でこれその辺、そう左にこう一回大移動させて、でねどうしようかね、あの。ちょっとこの右側の人がね、なかなか、それで、それ上で、で、お、お、できるんじゃないこれ、そ、で、上でしょ、上でしょ、で、うお、ちょっと待って、落ち着け、あのね、一番右側の列を一番下にしてみて、そう、で、これ、そう、でね、そう、で、それ左で、あ、そう、右で。うん、で、そう、上で、左下が。あっ、何やったー、さすが、助かったー。よかったー、危ない。完全に俺のおかげ。あー、助かったー。怖かったー。出れたーよー。今の俺いなかったら多分無理だよね。素晴らしい。うん、さすが。いや、山本がいい。素晴らしい、あの今あの放心状態、あ放心状態、うん、そうだよね、いやいやちょっと待てよ、この屋敷ちょっと、え、いいの引いて、え引く、いやいやこれ引こうよ、これはこれ引かないと、あれ、え、あさっきのが、え、これで罠がなくなるってこと、あ、おーい、ここまで来ればもう大丈夫そうね、私は手がかりを探しに行く、もう大丈夫ですね、こんな家作りたいな、いや作りたくないヤンちゃん、いやあれだけですよ、階段降りてくるだけの家、うん、いいね、いいよいいよ、なんだ鍵がかかってる、何かをはめ込む、オッケー、探そう、鍵がかかってる、あそれじゃもうそれ、その落っこってるやつはめ込めんね、はしごもある、どんどん降りるよ、そこ入るしかない、いろいろなものスルーしてるけど、おお、なに、さあ、なんかないかな、鍵とかあんの、あおあ、片方半分、半分、破片を、え、これ鍵の、そうですね、半分ね、あそこはめ込むやつ、うん、うん、もう半分、うわあ、すごい。こんだけ木材あるとこで、こいつ敵じゃないの？あ、こいつ味方か、ね。あ、当たり判定ないですね。あ、そう。あれ？あれ？これ味方？あ、もうあれだよ。あ、味方か。どっちだろう。戻ってきた？ん？お風呂や、お風呂。また降りなかんじゃん。あれ？あれ？さっきのとこ？これ。いや、うん。まあもう多分ね、もう達成したんだ。あともう一個見つけないといけないでしょ？うわー！おい！危ない。んだ俺は。といいところですが、え、ちょっと待って、え、どうやって、え、次ボス戦に行く、まあ、今のがあって今のがあって、え、いけるの、うん、いける、ちょっとね、ボス戦を見せたいので一回終了させるの、ボス戦に移動します、あ、え、え、14番、いや、だからどうやって死なずにロードすればいいかな、すいません、すいません、14番ね、さあこっからですね、ね、ボス戦に進みたいと思います。まあせっかくですからね、ボス戦、うん、あーセーブデータからもうボス戦前のが準備されている、はい、あのお料理番組みたいなもんだね、そういうことです、うん、まあ、チンされたのがもうね、はい、温まってるのが出てくる、30分寝かしました、うん、いただきましたよ、倒しました、はめ込みましたと、
いうことで、あの金の鎧も着てございます。さっきね、拾ってたやつだね、はい、多分はめたんだね、じゃあ。そうです、はい、あの後ね、そういうことです、うん、これがボスです。おい、え、これも入ったよ。シャーチホコ、ここはってことは名古屋城ですね。強そうだよ。けーけー、大丈夫。私あんまり戦闘してきてないけど、ちょっと待って、ちょっと待って、痛いです。痛いです。暗い。おしゃっ、いいよいいよいいよ。おお、すごいじゃん。映画みたいな受け方。ここの落ちるとね、まあまあ高いからね、気をつけて。武器を変えました。おお、雷の武器、細かいのでいく、細かいので。おお、いいよ。減ってる減ってる減ってる、いけるいける。おお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 。敵も去ることなかった。構えても撃ち抜けばなんとかなる。あば、うん、おいー、うらえ、うわーい、はっ。道具、薬草、弾薬、うん、で、武器を変えよう。あう、赤いのにしました。はい、はい、ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー、おお、やった、いったぞ、ヨーゴファイヤー、勝てた、うわー、やったー。最後はね、ヨガフレームで決めましたね。決めました、ご褒美、すまーす。ご褒美すって。あ、新しい武器じゃないですか。新しい武器も入れました。おお、これは強そうな武器、相当のね、いい武器だ、うん、これはいい武器だ。もう懐かしいな。白風なんていうのね、白風ですかね、やっぱりね、かっこいい、将棋が強かったなって。いいね、コメントで。おお、早速使いこなします。かっこいい。いいね、ちょっと社長ごもやっちゃおうか。社長ごも、社長ごもやめなさい。あ、強い、やめなさい、ジャボー、かっこいい、楽しい、やりました、楽しい。じゃあちょっとね、お知らせに参りましょう、はい、お願いします。じゃあ見習い研究員の神崎くんリーダーお願いします。はい、鬼武者のイメージソングがロッキースイズパンクとの新曲クリーブ一刀両断に決定しました、うん、国内外で活躍する人気ロックバンドが鬼武者をモチーフに書き下ろした渾身の楽曲は必聴です。このためにね、はい、イメージソングを使ったウェブ CM も公開されましたのでご覧ください。はい、戦国乱世、幻魔到来、爽快剣劇、空前絶後、鬼武者、タプコン、タプコン、うん、いいですね。はい、鬼武者のイメージソングロッキースイズパンクとのクリーブ一刀両断ウェブ CM でした、うん、さらに鬼武者では公式アンバサダーの天津ウニさん、そして人気芸人の宇宙海賊のゴージャスさんとお侍ちゃんさん、この3人が鬼武者の実況プレイに挑んで、その入門編の様子が公式サイトにて動画で公開されています。すごいな、このお侍ちゃん、この頭でゴルフ来よるからな。びっくりすんねん、ほんま。はい、そして実践編は発売日となる12月20日に公開予定ですので、うん、この機会にご覧ください。はい、そしてここからは発売情報です。鬼武者は12月20日に発売予定です、はい、パッケージ版は PS4 と Nintendo Switch で、ダウンロード版は PS4 と Nintendo Switch、Xbox One で、 Steam 版は2019年1月16日に発売予定となっています。よりディープに楽しみたいという方は、掛け軸とサントラ CD が同梱された鬼武者幻魔封印箱、 E カプコン限定
鬼の腕輪がついた鬼武者リミテッドエディションもありますので、お好みの方をチェックしてみてはいかがでしょうか。結構渋いな、あの腕輪。いいですね。まあまあいろんな楽しみ方があるということでございますので ね、はい、結構こう単純に戦うだけではないんですね、うん、しっかりとしたこう謎解きというかね、すごいドキドキしたし、まあ、からくりみたいな感じがね、昔はラジコン操作だったけど今回普通の最近の操作ですから、なるほど、あ、はいはい、なんか、うん、あれあれってなることなく今でも遊びました。あとは優しいモードが最初から使えるようになってるので、なるほど、昔難しくてクリアできなかったよっていう人たちにもね、ちょうどいいと思います、うん、ぜひね、はい、非常にストレス解消にもなりますしね、うんうん、そう、声もね全部取り直してるしね。そうですね、そうでしたね、そう言ってましたね、はい、ぜひぜひ皆さんねお手に取ってください。はい、はい、ということでですね、電磁学研究所今回は鬼武者を研究いたしました。来週発売です。ありがとうございました。ありがとうございました。目指せない冒険。